あ。あ。オッケお疲れ様です。本日もスーパーストリートファイター 2X、日曜定例イベント、今日は何やろうかなって感じです。いつも通りダラダラと適当にイベントをやっていきます。はい、こんばんは、お疲れ様です。ご視聴中の皆さん、お疲れ様でございます。本日も日曜定例イベントを行っていきますが、今のところ4人しかいないです。4人しかいないので、みんな楽しめるルールにしたいなと思っております。
今のジャンプ強キックは高いですね。どんなルールにしましょうかね。あるよあるよ、すぐ飛んじゃうタグですね。配信台でやってるのはポネピーのガイルとニーアーケンです。さて、本当にどうしようか迷ってますね。
なんかルールないですか。ガエルは結構面白いカードではありますが、なんかいいですね。昇竜加速しておき攻め、ダブルサマーがガード超昇竜です。もう一回おき攻め、さあ裏から三井だ。ガイドのしゃがみ中パンが、サイさんがやっぱり戦線一番うまいんじゃないかなと思いますね。さあまあ画面端はどうなのか、大外を使っていく。さあ膝シュル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 、あそこダブル出すとどうなるんでしたっけ。2回転目が当たっちゃう。さあどんなルールがいいでしょうか。どうしましょう。あそこが絡むと外部にも下げ止めできるんですね。さあトネピーがいい対応かすーぐ、あカニバルさんも来た。サ
さあ、じゃあ皆さんそろそろ暗号を出してください。どんなの？はい、トーナメントでスポーツでよくあるやつ。はい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 。おお、なるほど。優勝を目指すには結構面白いですね。ああなるほど、不公平トーナメントを作って、僕はねそれちょっと考えたことがあって、で、トーナメント自体を不公平にするんですけど、あの、人数関係ないやつ。ああ、パラマストーナメント。ステップラーダー式。チュンリー2人が。ああなるほどね、キャラ別。お
全力でやってもらうしかないですね。じゃあこんばんは。両方のチームに出てはできないです。だからできないことがあるから、なんかそのエントリーキャラクターの天秤だけで、天秤が一番重い気がしますね。まあやってみますか、とりあえず。では2キャラエントリーをお願いします。ちょっとやってみないと分かんないですね、これは。いや、ニア戦さんが考えた変なルールなんですけども、2キャラずつ書いてもらって、うん、ペコさんも S キャラは別扱い。いやでも S 剣と X 剣は違うキャラっすよ。一人にした方がいいです。さすがに不公平ですね。うん、そうですね。本日はニーアさんが考えてきてくれた、またしても変なルールでございます。もうね、ちょっと複雑なので、皆さんの試合これでストップしてルールを聞いてください。かなり複雑です、今のところ。はーい、2キャラ書いてくださいね。どうしようかな、何しようかな。ちょっと多い方に入った方が試合数が確実に遊べますね。特別ゲストは今日はあんま特別ではないですね。特別ゲストってあれのことかな、あの、まあ、ストップストップストップ、終わり終わり。2キャラ書いてください。同じキャラ2キャラでも OK。 同じキャラ2キャラで OK です。ね、今日は新谷さんが考えたちょっと不思議なルールですので、スペシャルゲストはいないですね、今んとこ。アニケオトチームは今日はいないです。ニーヤさん、キャラ書いて。同じキャラ2キャラでも OK です。ペン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 。あ、バーサスの全てのプレイヤーは特別ですって立って立って、立ちガード。何この人、アッパーサマーできないの。
パンパンパパン。あとヒデ鈴鹿が来たら終わりなんですが、バイソンだな、バイソンと何にしようかな。お、ヘイロン、ヘイロンじゃヘイロン。一週間ぐらいで僕キャラが変わるんでね。ヒデ鈴鹿が来たら終わります。鈴鹿さんとかね、一キャラしか使わないからね。あー、ダルシムエツサガか。今日はちょっと複雑なルールなので、ニーヤーさんから説明をしてもらおうと思います。はい。あ、キャラ別対抗で、キャラチームの、エントリーしたチームの、キャラの人数が多いほどいっぱい勝たないと優勝できません。もし1人1キャラで1人しかエントリーしてないキャラはが1人しかいなかった場合はもういきなり決勝戦です。その代わりだから竜5人のチームが勝ち上がってきたら決勝でその竜5人と戦倒さないと優勝できません。だ3人ぐらいのチームはチームよりはちょっと上で、要はトーナメントなんだけど、こういうトーナメントで、でも露骨に例えば下がった1人にムナリさんしかいなかったらいきなり決勝戦で、ペリロンが2人でいたら2人だから1回戦分多いんで中継に入って、中継が3人だったら C、 竜が4人だったら D っていう感じで、ただ多い人数が多いチームほどいっぱい戦わなきゃいけない、いっぱい勝たなきゃいけない。じゃあ俺 S 剣じゃない方がいいな。だから S 剣は1人だったらもういきなり決勝戦、その代わり勝ち進んできたバイソン2人とかを確実に倒さないとダメ。だから出番少ないからやだ。
してる人が1人いた場合、2、1になっちゃうよねっていうのか。同じ時期あるよ、報酬を別にしてチームメイトに入れてる。あ、そうか、残り1対1にする。じゃあ、OK ね。まあ、どっちにしても、本人はどっちにしても残るかなということで。では、キャラが決まったら、では、ちょっと書き出していきまーす。おお、少ないとこから行こうか。まずエース龍は湘南ペコエースバイソン別キャラ。え、今日どんなルールなんですか。ちょっと複雑なんで新谷さんに聞いて。え、だったら新谷さんも一緒に。チュンリーがどうしよう。木でやっぱ2キャラ目龍にしてください。はい、本田さんなれ。じゃあ1からいこう。残儀残儀 DNJ S バイソン。スバイソン、ブランカで、あと2かな。ベガはベガ多いな。で、12人で24人いれば、うん、これで5で、2キャラが、チュンリー、ワイル1か。ワイル1。チュンリー、ケン、ユリ2、3か。いや、ペッ、あ、いくってんね。フェイロン、え、これで 6? バイソンもね。で、これ8。こんなもんかな。3本田。あ、龍。1、2、3、4、5。え、あとは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。あと3つ。龍が4。そうっすね。1多いな。では龍対何かっていうのが、まず0回戦でできないんですよ。キュート本田が3体ずつ、うん、あ、そうか、0回戦がねえの、うん、で、理由は、これとやって勝った方となっちゃうからそれだと1試合少ないですから逆に。あ、そうだね。ケンと本田、どっちかと0回戦やってもらえると思う。ホント死亡してんじゃん。じゃあケンかホンダどっちか。どうしよう。ケンでエントリーした人。ケンでエントリーした人。ペコさん。あ、じゃあ、どうしようかな。ホンダ代表とじゃんけんしてもらって負けた方が0回戦。
代表で、じゃあ宮さんでいいや。全本だから俺が消滅して。はい、最初はグーじゃんけんほい。はい、1個でしょい。はい、1個でしょい。本田がこっち。本田。で、これは2-2でやってここに入る。そうだね。あ、チュンリン・フェイロン・ダルバイソン。じゃあ各チュンリン代表、フェイロン代表、ダルシム代表鈴鹿、バイソン代表シャルで、グッパーで分かれてください。せーの、グッドパ、グッドパ。はい、オッケー。はい、ダルバイ、あー、ムーリーフェイロン。一番美味しい形になった。フェイロンはマジで無理。あ、勝たなきゃいけないんだ。そうか、これでいいですか。まだバイソンの方が良かった。以上に真ん中に固まっちゃったらこうなっちゃってるけど、普通のトーナメントみたいになっちゃってるけど、無理さがついてないよ。そうですね。3があんまり。じゃあこっから一人チームは1個ずつ入ってきましょうか。もう1個ずつやってる。1個ずつ、1個ずつ。はい、じゃあ、ザンギ、DJ、S バイソン、ブランカ、ベガ、ガイル。エントリーした人こっち来て、じゃんけんで負けた人から入ってきます。はい、最初はグー。はい、ザンギ、DJ、S バイソン、ブランカ、ガイルだ、この人。あ、いいのか、いいのか。宮原さん、それでもいいかな。カニバルさんが先にじゃあガイルから、はい、ジャンケンしてください。私よ。ベガが最初？いや、Sバイソン。Sバイソン。早いんですよ。こういうこと。その次。4人。勝ったらどうなるの？勝ったら最後。最後。ミハルさんが勝った。俺。これ負けた順だよ。はい、ミハル。ベガ。ベガバイソン。なるほどね。DJ。あ、DJ。おい。一つが。僕は負けました。ブランカ。ブラ。ワンミスすごいのがいます。あー、ちょっと助かってるね。一回勝てば優勝でやるぞ。え？リュウが正代結構綺麗。ホンダが中の2回転。あ、違うね。おい。鈴鹿だ。剣が結構。
こう。ダルシム、スーパーバイソンがスパーシャル、フィードンがニータグリブラ、でここがヒーで中野。はい、めちゃくちゃなトーナメントですけど、これでいきましょう。なんか俺もうちょい人数ばらけるかと思ったから、ね、意外と1人とか多い。 S キャラ別にしちゃったからね。はい、むちゃくちゃなトーナメントですけども、これでいきます。では龍4体対本田3体、終わってんのこれ。ではじゃんけんからいきましょう、ここはかぶりなしですね。じゃあ龍代表湘南、本田代表中野、じゃんけんで 1P2P、 1P2P 選んでいいよ。 2P 向こう。はい、これじゃあちょっとトーナメント移しますよ。で先方は申告でよろしいですか。今出しますので少々お待ちください。カメラ 2P これかな。はい、これちょっと引っ張り出せるかな。はーい、龍チーム先方決まった。はい、まずこっからいきます。湘南、湘南ペコヒレ対中野ニア鈴鹿。はい、先方は赤い方。おい、何やっとん、先方、先方。はい、龍4体対本田3体、それでは始めていきましょう。これね、本田勝ったら熱い、本田勝ったら熱い。さあ、秀龍が死んだが、お、昇竜拳、昇竜拳を出るぞ。色が良くないですね、この色の竜で強い人全然いないんで。うえー、あれ鈴鹿天才。さあ竜4体本田3体に殺されると恥ずかしいぞ。おい、チェンリーと同じ死に方、しゃがみキョーパン。さあ本田は一人一刺さると足りない。おおお波動拳は出ないけど昇竜拳は出る。キャラクターは自分で選んでます。自分で選んでるんだけど、チームの人数が多いほど試合数が多くなります。さあ勝利暴れた、これは死ぬかどうか怪しいですね。おい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 。さあ鈴鹿本田が一勝して、湘南が行く、とりあえず行く。ペコ流次第ですかね。湘南流が正しい本田戦ができれば、はい、だいぶ楽になります。というわけで皆さんこんばんは、ヒデチュンリーです。弱かったね、弱かったですね。しょうがないです、しょうがない、だからしょうがない、ね、日本の、ね、相撲の圧力にやられました。向こう完全な見たこともないサブキャラなんで、はい、負けたらダメですよ。いや、鈴鹿さんね、結構本田やってます。本当にやってる、やってる、結構ね、たまにやってるんですよ。結構なのか、たまになのか。もうこの辺から遅くさいですね。さあ、開幕ドスコイからドスコイ、ドスコイ、強欲のドスコイ、ジャンプ強キックで飛んでますね。やっぱサブキャラですよ、これ。あ、そっか、中キックの方がいいんですよね。中キックの方が長いです。あ、長いですね。威力もね、そんな変わんないね。
さあこれは波動波動で押すが、うわ、あ、打ち。さあアッパー、ちょっとアッパーはまあ OK でしょう。無双で昇竜拳、まあしょうがないですね。さあここで座るのはトネピー君、中野、中野が行く。あ、今日ワンピー側にカメラがあるんですね。はい、あの向こうまで伸びなかった、置く場所がねえんだ。あ、確かに。さあトネピー君の笑顔が見れるのか。さあ中野ホンダが、中野本だね、はい、結構な地上なんで、ああ歩いてくるんですよ。ああいいですね。あ、この地上で雪の不張り手を逆でやってみたいな、そんな感じ。そう、さあ龍はこうなると張り手を相当警戒しないといけないんですけども、ファイヤーハード一回当たれば終わりですからね。そうですね。そうするとまたリセットになって、はい、まあ、空中もちょっと踏みやすいと。さあうまい、おー、おいちゃう、死んだ、ドンピシャ飛び。さあ安直な真空波動はダメですよと。あの距離は見られますからね。そうですね、まあ飛びがギリギリ間に合うくらいですかね、もしくは、まあ、ガードでも OK みたいな。はい、さあやはりゲージをしっかりと管理していくが、うわー大勝利バッチリ。ちょっと浅かったが、あれはホンダが、あ、間に合わねえと思ってボタンを押さないという、はい、あ、なるほど、テクニックですね。ホンダ側は、まあ、別に OK です。じゃあ浅く済むダメージの食らい方なので OK と、はい、ここ、ここ、うわぁ強勝利、頑張った。さあやはり手堅い湘南流、うぅ、どうする、真空を使った、真空で削って、うわ垂直寄せがうまい、しかしガンシャ波動、あの距離まで行くと、はい、ホンダが技を置いて波動拳を潰しに行くんですけども、はい、そこは運です。運、運だと思って龍側はファイヤー波動をガンガン打つべきですね。あ、潰されても知らない代わりに、はい、一回当たるともうやり直し力が、おお、安くすんじゃ、中足はキャンセルがかかりません。さあ今のうまいですね、あそこ、あ、読むところなんですよ。おー、行っちゃった、ここからどうなの、おー、おー、一丁、おー、死ぬ、減りましたね。今日の大一丁は減りますんでね。今日、さあ湘南がリベンジ。弱中強で大一丁の減りって違うんですね。全然違います。へえ、まあ、持続が全部あの無限じゃないですか、はいはい、なので今日で話す以外に理由がないですね。ずらし話で、あれですよね、あの超中弱でゆっくり話すみたいな感じですよね、はい、すね。なるほど。あ、友田さんが見てる、こんばんは。ホンダはですね、この超遠距離の強波動に読みで飛んで、はい、着地で張り手が出ると相当おいしいんですね。うん、うわーうまい。さあさっきは強百貫、今度も強百貫、うわー、ガードしてるが、出張先から挑戦、友田さんもお疲れ様です。あれじゃないですか、あのポケモン GO 出張ではないですか。お疲れ様でした。ファイヤーハロー、いやいいですね。このやはり龍は横押しなのか玉なのかといったところでしょうか。まあ、バックジャンプとファイヤーハローで結局終わりですね。まあ大体そうなりますね、制圧いきますよね。はい、まあ冷静ですね、空対空ファイヤーハローいいですね。さあ冷静に寄せる、うまい。しかしこの大足波動がね辛いんですよ。まさかって書いてありますよ、友達。さあこれは真空削りで、しょうがない、しょうがない。さあ大将、ホンダ1対龍が2。ホンダ死んだか、死んだか、組み合わせが良くないですね。次はこれ勝った方 VS、はい、剣、そっからいきましょう。なるほど、じゃああれか、自陣のキャラがしっかり勝ってくれるといっぱい試合できますよっていうシステム、ね、そうですね。なるほど、頑張れ湘南さん。さあこれは踏んでゲージもちょっと回収、しかし若干気まずい距離だが、うわー真空、ああ今のガードしてもとりあえずなんだか、いや死にますね。5ドットくらいかな、真空から超波動まで電ガーなんで、あ、じゃあ6は絶対削れるんですよ。うん、
レンガ、レンガではないんですけど、避けてもしょうがないってやつですね。はい、まあまあそうですね。さあ、ニーヤー踏ん張りどころ。あー、これはやばい。ゲージも回収されて大勝利、根元からバッチリ。よし、おお、こっからから、おお、タスマキは終わり。あー、これはハードオーケン制約完了。はい、じゃあ竜連戦です。剣とじゃんけん、剣とじゃんけん。あれ、ペコさんこれどうすんの。ペコさんは少ない方に入るから、こっちは湘南湘南ヒレです。はは、無理、やるしかない。そうっすよ、出ればよかったのに。はい、あ、椅子を持ってくる。チュンリーは、あ、チュンリーはヒデさんと僕しかいなかったんですね。いやー、よかった、キャミーとか書かなくてよかった、ほんとこれ。ふざけてキャ、ふざけてチュンリーって書いてよかった。キャミーって書いてたらフェイロントなの。か、あ、勝てないな俺、ね、俺多分勝てないな。これはいい当たり方した。俺はこれ2回転対2回転ありえるな。いや、勝てないなこれは。フェイロンだよ。いや、頑張って、はい、剣本だ。じゃんけん終わった。ワンピー、ワンピーくん勝った位置からこう当てた方が良かったんじゃない。いや、それをやると結局試合数が少ないままなんですね。さあ、いうことで、はい、ヒデ流が先方、スーピー側はインヤーケンが行くのか。言いたがってる。まあ、あの、みんな同じ色。まあ、これはちょ、まあ改めて言うと、キャラが、そうですね、キャラが少ない方に、入るんですよね。はい、キャラが少ない方に入りますね。ペコさんは竜と、ペコさんは竜チームと剣チームに入ってるので、強制的に剣で。そう、竜が4人で剣が3人なので、はい、まあペコさんは剣側につくということになりました。ちょっとペコさん、これ勝ったまま上げてもね、次の試合できるんで。そうです ね、ずるいね。欲張りやろうかな、まあ、自分的には1試合少ないんでしょうけどね。まあまあまあ、さあ、おお、嘘だろ、嘘だろ、うお、減った減った。おお、マジか、今の減りすごいな。あと昔川又が起こしたアッパー昇竜拳で4割ぐらいっていうのがあるんですけど、そんなに減るとやばかった、あれは減りすぎだろって。下手くそすぎてガードしてましたね。下手くそすぎましたね。さあ、ヒデはこれボタンを押すのが得意なフレンズですからね。お、おっと、ベガチームありますよ。ベガチームが、ミハルさんが一人ですね、はい、これいないキャラがね、いるんですね。はい、まあ、リュウは人気ということで、バルログとサガットと、サガットとキャミーと、あれ、あ、だけかじゃないですか。あ、だけかな、うん、S キャラ含めたら、まあ、結構不人気なキャラということで、はい、さあ、ニーヤーが好き勝手やって、はい、本当に好き勝手やって、さあ、あとは湘南2体。龍拳は、はい、ちょっとよくわからないんですが、川又さんと話してたら、はい、歩いて飛ぶしかないよねみたいな話になって、ああ、剣側が、まあそうですよね、前とにかくモリモリ行くみたいな、うん、自分からアクション起こさないと話にならないですね、これは。 お、いいですね。ニーヤー剣はもう二択大好きっ子なんで、ほっとくと結構危ないですね。お、からの、うおー、真空は今溜まったのか、溜まりましたね、今ですね、はい。ニーヤー剣はクソムーブ大好きな割に結構強いですよ。そうなんですよね。
そのただクソムーブやってんじゃなくて、なんで、はい、そのクソムーブがなんでクソなのかを分かって、あ、そうですね、やってんのがね、こうダメですよね。理解してるクソ野郎ですね、これ。分かんないでやっててほしい。悪意の話。悪意の話。おお、しっかり出るぞ。湘南、湘南。あー、すんく。左足強波動。あ、連打かもしれないですね、周り的に。うん、膝ぐらいまでめり込んじゃうと、ね、うん、左足が。さあ開幕打ち合って変な足を使っていく。カマはね、カマオ君にそこそこ強いですからね。そうですね。さあ飛ぶ。おっと、お互い悪くない。中軸投げ返し。おー、いった、からの膝つかみ、露骨、膝つかみ、ニアが似たて。残るは湘南一体、最初に死ぬのは湘南なのか。ああ、確かに湘南さんは龍に全振りしてしまった、ね、はい、全振りですね。ああ、ステータスの振り方を間違えましたね。さあ同拳、湘南が今度は粘んないといけないところ。ただ剣チーム結構強烈ですからね、これ。みんな中キックから。おー、そこ、あ、なんか違うんじゃないのかと思ったね。よくやるんですけど、かなりビギる感じですね。あの密着でガードからの投げ。あー、真空があるが、おーっと、長州でお任しに行ったが、あんだけ歩くと逆に波動拳打っちゃいますね。ニア三立てが見えてきた。そうですね、まあ、結構湘南さんが距離を見て波動拳打ってるっぽいので、はい、その距離で飛んでますね。 お前前前前投げ返ししたけどボタンが押せてない。画面落ち、あー、やりたいんだけど、やりたいんだけど操作が追いついてない。さあ、ドケで押し返した。あー、やられない、弱波動でした。さあ、これはきつい。うん、ちょっと遠すぎる、時間がない。湘南ガードで、はい、おーおー、減ったですよね。大昇竜にした。今ね、殺しに行くとしたらあれしかないですから、うん、弱昇竜にするか読み合いですね。そうですね、変な二択になってましたね。あれ、逆にガードしてたらゼロドット残るよね。そうですね。あ、残んない、残んない、死ぬかもしれない。残んないか、殺しに行ったんだよ、だから。さすがにそこまではニーアーさんでも頭が回らなかったか。僕は死ぬと思いますね、うん、あれは。お、壊し波動は渋い。さあ、これはグリグラ剣ですね。なんかいろんなキャラを使えるグリグラさん。はい、実はグリグラ本部が一番強いらしいです。見たことないな。前ここのイベントでフェイロンより圧倒的に強かったんで。まあこんなね、ハリテ以外は大したことないからね。おお、あのあれか、僕とニアさんのチームになんか入ってくれたやつか。そう、あれ上手でしたね。うまかったよ。うん、お手手がおじいちゃん。まあ、ちょ、真空の暗転があってなんかいろいろ。いや、あれはできるでしょ。意外とジャンプ強キック、レッパレオさ。ああ、安い一番安いやつ。強昇竜でかい、前に飛ぶ、すぐ飛んじゃう。大足、今大足読みだもんね、中キックで飛んでるからね。そうそうそう、見てからちゃんちゃんね。はい、それでは次ダルシム対バイソンやります。はい、ダルシムが鈴鹿さんとカワシム、バイソンがニカさんとシャルさんだって。あ、なんか、あ、なんか、バイソンが 2P? バイソンが 2P だそうですよ。あ、これ激アツですね、ダルバイソン。まあ一応キャラさ的には、ダルシム有利ですが、まあ、リカさんとシャルさんがどれだけ荒らせるか。まあでも、
だから有利だけど、わかんないですよね。まあそうなんですよね。あの、開幕の、そう、開幕。じゃんけんポンってやった時のなんか、じゃんけんポンがね、あれで、どっち有利か結構わかんなくなっちゃうから。いやー、結構ね、難しいと思う。ね、あの開幕ほんとね、まあれ、じゃんけんポンミスった方がマジでそのラウンド負けるまでありますから、ね。はい、はい、わかりました。こっち決まりました。じゃあ、どうぞ。はい、鈴鹿さんとニカさんですね。読み的中。さあ、スーピー側は一応なんか人に対するあれがあるんですか。そう、いや、まあ人相性みたいなのがこれはあるんですか。ニカさんはこう鈴鹿さんに行けるみたいな出た開幕、あれはあり、あれはありですね。どうせやってくるんだろう読みの、いや、そう、いや、あのね、違うんです。あれはバイソンがファイヤーなんか打ってこないだろう読みです、はい、あ、そうなんですね、はい。まさか見てから余裕で反応できるファイヤーなんか打たんやろっつって、うん、なるほど。でさすがにっつってなんかちょっと一泊を作らせてなんかやろうとしたら、はい、なんかあれがビッつって、うん、あー、なるほど。さあ、これは鈴鹿さん、そう、本日のルールはなんかあのとりあえずニケラ書いてもらって、そのそれぞれ書いたチームをで被った人で今トーナメントをキャラ別で今やってますね。はい、はい、投げ返すためがない中キック、危ない、これやばい、よくあるやつ、よくガードが硬い、上から行ってこれは暴れてしまう、股間をこすっていった、そうですね、股間こすってましたね、はい、怖しいでした、すいません、すいません、バイソンの技わかんないもんね。まあ使ってないからこそのそうそう、あ、これはまあ、うん、いって、あー、やばい、死、うわ、うめぇ、しっかりヘッドでね、まあテレポで避けられてもまあっていう、そうですね、うん、まあ、やっぱりこれストツっていうゲームやっぱ人読みありますんで、特にやり慣れてる人こそ読み合いが一周二周しちゃったりっていうのもあるんで、まあ、それで今は、リュウ・ホンダ・ケンダルシム・バイソン・フェイロン・チュンリー・バイソン、 S バイソンが別なんだ、 S バイソン、ガイ・ユーガー・ DJ ・ブクランカ・クランカっていう、なんかそういう感じです。さあ、なぜかあっと2回転、川渋さんが矢口まり状態になっている、あー、なんもしてない、まあ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 、ちょっと見守りましょう、そうですね、おー、行った行った行った、お互い前に行ってた、そうですね、しっかり、さあこれは暴れてタイミング勝負になってる、そうですね、さあこれは上から行く、固める、画面端は継続したいが、うまく手をくれてますね、はい、戻る、あれあれ、やばいやばい、やりすぎ、やりすぎ、何何いや、まあ、いや、あの多分バックえ、いや、バックジャンプ読みかなんかで歩いたんだろうけどちょっと、さすがに歩きすぎでしたね、完全に歩いてんの、さすがに、では、チュンリーチームが僕、中野と、ヒデさんで、フェイロンチームがニカさんとグリグラさんで、僕で、多分先方はニカさんと僕ですね。はい、はい、ということでやりましょう。さあ、いうことでやるんですが、あれ、はい、さあ、やっていきましょう。いやね、これすいません、僕チュンリー使っててこういうのもあれなんですけど、すいません、あのチュンリーがマジで僕苦手です、これ、はい、第4飛行点、飛行点、まずはクラゲ製造機、うまい、まあ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 、回転フェイロンって珍しいですね。いや、ニカさんね、結構フェイロンやってるんですよ、で、ヒデにはいけるとか言ってるんでなのでこの時点で僕結構かなり矢口まり状態です。さあ、いいよ、まずは飛行点、いい中足、うーん、マジか、惜しい、うまい、安く踏んだ、おいしい、ナイステンション、まあ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 、ナイスカード、うまい、おお、これです、高めぐらいは投げかけです、トップあるあるですね、高み大キックかっこよかったですね、
さあ投げ返した。ああ読まれている。しかし投げて投げて、おお空手アテンション、テンションできますね。投げ返した。さあいやこれは遅らせディレイですね。いやしょうがないですね。遅らせディレイでっかくね、難しいねあれね。でもほらあ、でも空手アテンションね、できてましたね。いや、だって当たり前の話。あ、当たり前だってよ、できる、できるでしょ、あんなの当たり前だってよ。いや、知ってればできるでしょ。あ、知ってる、知らないかどうかだから、はい、で、立ち回りはちょっとわかる。ああやってやればいいのか、なるほどね。あれなんですよね、あのレッグをね、通しちゃいけないんですよ。モーション結構なんか、そう、モーションを見て大キックを置いたりしてます。立ち大キックね、置いてますよね、上手い人。やろうと思ったんですけど、ちょっと反応が間に合わないというか。いや、どこを見ればいいんだかよく分かんなくて。さあ、ヒデが圧倒的にしたんですよ。お、コパンか。さあ、これ準備側がしっかりやればほぼ終わっていい。危ない。まあ、今レックでも多分相打ちになりそうだね。うん、どうですかね。そんなタイミングでしたけど、あ、打った。勇気の、勇気の機構繋がんなくて、そう、あれだ、どうすんだ、お釣りないのかなと思って。さあテンション、テンション、おい審判か、これは動物園でしたね、今ね。ちょっとあれ大テンションか。まあ、なんでも多分、あー、危ねえ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 。さあ、気候圏、頑張って気候圏。あぶねーし。あ、死んだ、死んだな、これ。投げ返し、頑張った。お、ちゃんと勉強しますね。投げた後は、ラッピージャンプしないとね。いいこれは。はい、ということでね、うまかった。ヒデさんも僕も、もう使うキャラがいなくなってしまいましたね。はい、これはで、いうことで、はい、ということでフェイロンチームが勝利でございます。で、次は次はですね、あのこのトーナメント的にバイソンチームとフェイロンチームがあるんですが、バイソンにもフェイロンにも2回転さんがいるので、2回転さんは追消滅しまして、グリグラさんとシャルさんの一騎打ちになります。はいはい、もう一回言うと、バイソンはニカさんとシャルさん、フェイロンはニカさんとグリグラなんですが、ニカさんがどっちのチームにもいるのでいないことになって、シャルさんとグリグラさんだけになったので、これで勝った方が進出。そうだから2回転さんはどうやってももう一回ゲームができるということでございます。たまったぞ。いや、まあどっちも先ほどどっちもね、2回転さんが似たてしちゃったんで、あのこれ2人とも出番がなかったんで、あー、遅らせー、遅らせー。これどっちも使ってないからあんまよくわかんないんだけど、捕まえらんないですね。レッグから画面端に持ってって、うわぁ、画面端がなくなった。いや、ほんと下尾は早いですね。お、投げ返す、引っ込む、うわぁ。さあ、演劇師のセンター当たって飛んでいく。これはバイソン、シャルさんが勝ってバイソンが進出ですね。が勝ち上がって、はい、ということで、これで下上がりのトーナメントがバイソンと剣ですね。剣チームとバイソン一体、はい、あ、ニカさんと、はい、で、剣チームがペコさん、グリグラ、ニアだ、バイソンはニカ、シャルということでございます。トーナメント表はチームの人数が多い方が下に配置されているので、
まあ、たくさん試合をしているということで、あ、まあ、なんかあとは後半はちょっと1人のチームが多いので、ね、まあ、結構バババババッとなんかくじ引きで並んでったんですけど、ここからはなんか本当勝ち上がりというか、さあいう形になりますね。ケン3対バイソン2対、さあさあじゃんけんで順番を決めてる、じゃんけんで順番を決めたらペコさんが先鋒になったと。はい、シャルさんが先鋒でございます。シャルバイソン、ペコ、ケン、さあケン側はちょっと辛いですが、なんとか膝ではめ殺すと。そうですね、さあエメラルドグリーンのケンが3体です。この色は弱いってダメですよ僕が使ってます、僕が使ってましたからね。という間に半分、中盤、中盤渋いなぁ、遅らせ、なんだこのキャラはどうすんだこれ。いやどうしようもないどうしよう、お、重なった、いやー、いった、じゃんけんの時間が始まったぞ。これは しょうがないですね。ショルケン何あれ、アッパーだとダメなの、マジ、じゃあ何もやることねえじゃんおわ、アッパーしゃがめばいいの、3択じゃん、2択じゃなかった、まさかの3択、アッパー、うわー、いや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 、なんかいい感じに、いい感じにこうずれて、うまいです ね、ヘッドの置き場所ももう絶妙でしたよ。さあ2番手はグリグラさん、お、さあ色は同じ、さあシャルバイソン強いぞ、いやー悪くない、上なんかすげえな、ダッシュグランドどういう基準で出してんだろうな。これもう剣側としてはね、もう行って勝利減らないけど死んだ、さあシャルさんはヘッドが出なかったのかな、お、ちゃんと見たか今、勝利から投げ返す、裏埋めてずらしてダイヤシまで入れる、そして投げる、コパンダ、うわうまい、よく見てる、コパンダヤシの連結強えな、あれダメなんですよね、うん、あーっとなんかしっかり画面を見ている男、あ、さあダヤシ下がって画面、うわーっとフォローが効かない、アッパー歩いていく、空中投げになって、しかしちょっと高いが、うん、いい歩きをしてるぞ、どっかで勝利を当てなきゃいけないですね、あれ安全なやつ、安全なやつ、うーん厳しい、強い強いですね、これはさあ大将、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 もちろん色は緑、さあシャルバイソン3択なるか、竜巻でちょこっと減ったのに対して回数はもう半分以上、お、いった、膝からペッペッ投げ返す、セット、勝利、大勝利、しかも裏に回っても大丈夫、大丈夫じゃないか、あるよ、巻き込むけど続かない、あ、巻き込むと、巻き込むとね続かないんですよね。さあこれアッパーでしっかり対空、ガードヘッドで抜けて、ダイヤシ奥うまくて、さあニーアーケンはどこで引っ掛けるか、引っかからない、引っかからない、勝利だ、あーっと膝いった、どうするのこれ、いやーレッパー、そこでレッパーだった、いうことでバイソンチームがね勝ったということで、じゃあ
ここからですね、あの一人チームがどんどん出てくるんですね。みはるさんが S バイソンなんですね、これね。これここをどうぞどうぞ。これは当たったらシャルさんが消えて2方いいシャルになる。ああ。うん。これバイソンやべえだな。いやこれシャルさん勝った方がいいな。さあいうことで。これバイソン止まるのか？ミハルさんの S バイソンなんでしょ？あ、じゃんけんですね。さあミハルさん 2P。S バイソン。S バイソンですね。S バイソンならワンチャンあるか？ワンチャン。これ S バイソンと X バイソンってどっちが有利なんですか ？S バイと X の方が強い。S バイソンと X バイソンはさすがの X。スパコンの差。そうか。さあ大パン。オアオア。あ、なるほど今わかった。あのダストとグランドが噛み合うとグランドが勝っちゃうんだ。下潜ってって。うん。今そういう絵が見えた。ヘッドでもゼロドットはさすがの話。ゼロドットはね、バイソンにできることはない。おアッパーで潰して。まあ S だけど、あーっと減らない、全然減らない。うわー大パン、何あれ、バックジャンプ大パンが強いってやつ、強いんすかあれ。ダスト全部潰してますよ。うわー、コパンで止まんないやつ、貫通してきた。コパン刺さって、コパンダスト、さあ勝ったということで、次はさあいいよ。じゃあ次ガエルのカニバルさん。さあこれはバイソン優勝説、にわかに、みはる、にわかに出てきたか。みはるさんの、みはるさん、じゃあカニバルさんの、カニバルさんのガエル。さあどうなるかな。これガエルがしっかりやればガエル有利なんですか。そんなわけはない。いい勝負にはなるんじゃないの。結構なんかいい勝負してますよね。さあしかしヘッド、あずるい技を押し付けていく。コパンダッシュストレート、ダッシュアッパーか。コパンダッシュアッパーガエルやることないんですよね。そう、見えたとしてもダメなんですよね。ダメ、見えてサマー打つじゃないですか。ガードできるんですよ。ガードできる。だからもう投げちゃうしかない。投げも多分向こうに。ずるいな。あ、強った。なんだこれは。さあきつい。さあ次はみはるさんがベガですが、さあみはるさんのベガ、これベガはワンチャンあると。ワンチャンあんの、マジで。ありますよ、うん、さあ残るはみはるさんのベガと DJ のシャルさんとブランカのカニバルさんとザンギの川島さんということで、さあ中キック置いて、ヘッドからはガードかくんの、あれやべえな。うーん、さあコパン落として、さあバイソンは2回目だ。また溜まっちゃったよ。どうすんの、変なとこに飛んでった。表から固めて投げる、しかし続かない、攻めが続かなかった。上これは逃げる逃げる、おー届かない。あーコパン、いやーショーキックだった。いい勝負ですね。おっとこれはうまく合わせて固めて、これは待ってる、固めて投げて受け身がない。ダブル2から中パンで暴れる、これは見ているぞ。上落としづらい、歩き投げや、お中ミドルミドル、フーキック差し返す。さあちょっと守り気味の
戦い方な三春さんだが、そうですね、固い立ち回りですよ。さっきはダブル2のカウンターから食らったんですけど、まあそうカウンターなんてないやろってことで、あ、そうですね、ちょっと攻めがあれだったか。しかし暴れるぞ、ヘッドで暴れる、ヘッド食らって入らない、でも結構きつい、割れんのあれすごくない、投げてヘッドでどこで暴れるかが怖い、あるよ引っかかってバンバン投げ、小足は挟まない、ショーケーは挟まない、投げる、ね、明らかにショーケーから投げ返しを入れてたんですが、さあシャルさんのバイソンが出てくる、さあもう一体いますよ、強いバイソン、さあやっとの思いで、ね、DJ じゃないよ、あ、DJ じゃなくてバイソンバイソンチーム、バイソンチーム、じゃあいやいいの、リセットにする、いいよ、さあもう一回仕切り直し、はい、ミハルベガとバイソンチームのシャルさんですね、はい、メガ戦が大嫌いだと、さあ突っ込んでくんなら来いよって感じで、おお強い、わーダウンして画面端は辛い、投げる、そこはよく見ていた、距離を離れたところにすぐ出すと、これは手前に落ちるのを見ているぞ、硬いですね、またお互い硬いな、これはガードからゲージが溜まった、俺たちの勝負はここからだ、あっ一気に体力取り戻して、暗い投げしようとしたがさせない、どうする、歩いていく、当然ベガの歩きはシャルさん見て、そこにダストを合わせるということということなので、歩いてミドルを出すしかないのか、うーん難しい、してから無理だと思います、うん、もしくはまあバイソンが立ってのを見て、おしっかりヘッドは避ける、歩いてシャガチですね、ね、マチバイソン、これがシキバイソンが構築したマチバイソンシステムさあしかし反撃からだ、今度はスパコンがある、これはしかしちょっと安いぞ、引っかかって暴れない、暴れない、ここでも止まんの、へぇー、チコパンで止まったぞ、投げにはいかない、大キックが当たって、嘘だー、それなんで投げ返すの、すごいね投げ返すのね、先端気味をね、いやあのね次ねシャルさんとニカさんとシャルさんですね、シャルさんがシャルさんで、次はバイソンのニカシャルチームと DJ のシャルチームなので、シャルさんは DJ の方でやってもらいましょう、で2回転さんがバイソンと、まあシャルさんは勝っても負けてもまあ別にってさあ、抜けんのか、大パン、やはりこの大パンが DJ 戦は肝になりそう、もう溜まってしまうぞ、スライディング溜まった、気まずい気まずい、大パン、やはり大パン、スライディング当てて投げて、まあいいでしょう、大パン、さあしかしチューブダイヤでは5分らしい、5分というかなんか DJ いけるみたいなことを言い出しててよくわからない、ガラパゴス諸島のことはよくわからない、さあ片身に行く、投げにはいかない、体力リードしてるからねっつって、これやー危ない危ない、
うん、投げに行かんや、安全安全。バンバン、まあ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 。さあ、回転バイソン。ヘッド、ヘッド、うーっと当たらない。一回。あ、そういうやつ。こういうゲームにしていく。さあ。バイソンの2カ所あるチームが勝って次はカニバルさんのブランカさあの残ってるのはブランカのカニバルとザンギのカワシムこれは難しいですねさあコモダブランカなら勝てるコモダブランカなら勝てるとそう言い聞かせてみんな頑張ろう悪くない飛びそうしかしヘッドなんもしないしっかりブランカの技届かないところだともうなんもしないですねブランカ歩いてダヤシです歩いてダヤシはい歩きにブランカが刺さるで、そこにジャンプするんですあ、そう、はい、さあ、スライディングも悪くないらしいそう、結構割と、あ、うまいどっちかわからないぞしかし、コッパンで擦って噛み切る噛み切る擦ってましたね、ガラディさあ、1本取るはいあったうわーっバンバン投げに行くそりゃそうそれはそうここからどうすんのさあ勝ちをただ拾わずにねーん拾わずに行ってほしい今のは投げるしかないはずだがたまに止まるそうなんだ止まるさあ確実に投げれる投げとたまににたまにかけに行ったさあバイソンもう一体シャルさんですねシャルバイソンシャルバイソンあれ落ちないよおーガードしてるヘッドでとりあえず逃げるまとわりつかれるよりはマシ投げ返すドヨシうまいうえ待ってるドヨシが刺さるが表かみるどうすんのこれ裏、表、ヘッド、それは読んでる。投げて、スパコン減らなくない？ね、ダメハリのあのおかしなことにはならなかった。あのね、そうそうあのね、大ロリから密着して出せば削れたんだけど、直に出しちゃったから、あの跳ねてるとこの分の削りがなかった。ガードして投げ返すのか今ブランカ側としては投げたいまとわりつきたい痛いきついどうしよししかし当然ガード逃げるさあスライディング去ってあーこれはさあ追い詰めたがやられてしまったそして残るはザンギのカワシムザンギバイソンなぜというわけで本日のこのなんともこう口で説明するのが難しいルールの大会は決勝戦がバイソン2回転シャル対ザンギ川島チームが決勝を迎えておりますうーん潰せ大丈夫大丈夫さあコパン振ってるコパン振ってるいろんな技を散りばめてるけどシャルバイソン何も手出さないいやーボタンを押さないことの強さを知っている
だよし、しっかり見てからだよし。カワシムもどっかで掴みに行きたいので、いろんな技を散らばしているが、掴み返すから、バックジャンプ、冷たいから、下段、早かったがフォローでコパン出したところを投げ返してる。だよし、死んだー、危ないさあ、ということで勝ったのは、バイソンの、あ、そうですね、やりましょうか、じゃあ。じゃあ、そう。なんかこの流れもいまいちな感じになってしまったのであのバイソンの中で2回転さんとシャルさんで、どっちが貢献度が高かったを決めてもらう戦いを今、はい、さあ S バイソン X バイソンは X バイソン有利だが X バイソン同キャラはどっちが有利なんだ。5番ヘッドはでスパコンがあるがそこ直にこれはなーとリバーサル出して1ドットうーゼロ投げるいやどうすんのこれうーなあ5番高めで5番さあ5番で止まるヘッドで割って安定の動き、フォーフォーからアッパー下がる出してみたが当たらないが、まあまあいい感じ今度はシャルにゲージが溜まる攻めていきたいが、2回転バイソン、画面を見ている大パン匂い棒うー目の前歩く歩くそして2回転さんが勝ったので優勝は2回転バイソンです。瀬尾さんいるって。瀬尾さん、瀬尾さんやってよ。チュンリーでやって。いいから。やってやって。せっかく来たんだから、やろうよ。ということで、チュンリーチームがね、本当はいたんですけど、あれはチュンリーじゃなかったということで、ね、チュンリーが来てくれたので、瀬尾さんが来てくれました。ペコさんはね2キャラ目剣だ竜と剣だから最初に散っていきましたね。テンション潰すお互い中間前開幕ぐらいで技の振り合いオアが刺さるおーっ剣に現に差し返したら異様に早かったけど動いた読みで押したうーツーうーっとかなり押されているあのシャルセオチュンリがいい感じでゲージを貯めるしかし追い詰めたのはセオチュンリどうするゲージが溜まっているが投げる投げのタイミングをずらしずらししているがニカバイソンスおー引っかかった引っかかってしまった動いたの見てからダッシュ打つんならわざと動いて当てると歩いて中段中足もガードを弦通して安全な動きゲージを溜め切ったさあグランド刺さるうわ怖い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 中足刺して中足ガードでいいかなーっと2回転さんが優勝すごいですねということで一言みんなバイソン使いましょうということで何ルーだっけなんかトーナメントの名前が分かんなくなったけどステップラダートーナメント的なこう動きでねやっていきましたがということでバイソン最強説ができたので
まあ今回ちょっと禁止キャラがいなかったんでね、一人ちょっとサガットと、サガットとバルログちょっと禁止キャラだったんでいなかったですね、今日はね。まあバルログいたら危ないんですよね。そうですね、キャミーはちょっといなくなったキャラなんで、キャミーも禁止キャラになっちゃったんで、禁止キャラなんで、はい、バンされたんでね。ということで、さあということで今日は、イベントここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.
Ugh!